高速に乗って、ホンダ E を返しに行こうと思います。結構時間ギリギリになっちゃったな。いやしかしすごい加速。うわー早い。 ETC レーンを通行できません。はい、ETC カードが挿入されていません。そうなんです。めんどくさい。よっしゃ、やっぱミラーね、ないミラーを見てしまいますね。ちょっと急ぎ目で帰ります。すげえスポーツしてる。 OK ホンダ、目的地に何時に着きますか。到着までの残り時間は35分です。到着予定時刻は午後2時40分です。 OK ありがとうございます。斜め左方向です。いや今日はね、さっきね、実は手付金を払ってきました。ホンダ E 買います。ホンダ E 買います。いや買いますよ、高級車。いや高いお買い物ですよね。ちょっと今からね、いろいろ時計売ったりとかね、なんやかんやして、もうちょっと頭金を足していこうかなと思ってます。およそ 700m 先、両南の斜め右方向です。はい、斜め右ですね。ちょっと今もこれナビ間違わずに気をつけて帰ります。ギリギリなんですよね。到着、2時45分までにこの車返さないとダメなんで。ホンダ、高速道路に変更してください。わかりませんでした、もう一度お試しください。道路使用。わかりませんでした。もう一度お試しください。
まで右方向です。あっという間のね、高速道路でした。いや早いね。あの到着時間がね結構気になるんで、この音声ガイドめっちゃいいです。 OK ホンダ、あと何分で着きますか。わかりませんでした。コマンドリストとお話しいただくと発話例を表示します。OK ホンダ、到着時間は何時ですか。到着までの残り時間は10分です。お、到着予定時刻は午後2時25分です。やった、早かったこの音声ガイドね、結構なんて言うんでしょう、あのちゃんと読み取ってくれない時もあるんですが、あの決まったワードをね、あの結構使うワードをその都度、覚えてたら非常に便利だなと思います。まもなく梅田ランプ西を斜め右方向です。本体を借りてドライブしてみました。いや買うことになりましたんで、これからどんどんレビューしていこうと思います。まだもうちょっと年内できるかな。私の動画が面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけでホンダいいでした。じゃあね、バイ。